今回ね、出るからカタログが来ましたんで、このようにね、ちょっと光ってしまいますけども、見ていきたいと思います。まず一番下のところにプロモーションが出てますけども、86,073円のパソコンが、カタログ限定価格で 24,980円。むちゃくちゃ安いですね。こんな感じになってますね。うん、カタログ限定、ビジネス向けパソコンが最大約101,000円オフって書いてます。今すぐお電話。ね、ノートパソコンです。その他いろんなモデルが出てますけども、安いんですよ。とにかく4万オフとか、5万オフとかいろいろ出てて、これね、見てください。132,255円のパソコンが、カタログ限定で79,980円ですね。これも同じです。これも14万ぐらいのが8万になってます。6万円安いですね。機能も充実してますよ、これ。多分、家電量販店に行くよりも、ジャパネット高田に行くよりも、こういったカタログで、一本釣りカタログで買うのがいいでしょうね。というのが、これもね、16万ぐらいするやつが、およそ半額の86,980円なんですよ。これも安いですね、ノートパソコン。で、さっきの15インチ、今のは13インチですごく使いやすいサイズのが、ああ、安いわ。あれ、おおむねね、40% オフぐらいが当たり前で、50% オフみたいなのもあります。全部これ新品か新品同様ですよ。うん。で、このカタログがなんで来るかっていうとね、私がエイリアンウェアを買ったから、多分、お得意様登録されてるんでしょうね。で、買い替えの時期にこうやって来るわけですけども、私買ったパソコンが70万ですからね、ハイスペックの。どうしようもないぐらい機能が高いやつなんですよ。だから、カタログに載ってるやつで、サブパソコンならあり得るんですけども、メインのパソコンの買い替えに値うるするパソコンないですね。まあけど、通常の方はやっぱり10万円前後のパソコン買ってると思うんで、この機会に買い替えようかなっていうのが見つかるんじゃないですか。まあつまりここからね、教訓を得ることができるのは、なんで商品を売るのかってことなんですけども、商品を売るのはなぜかっていうと、お客様の個人情報が欲しいからなんですよ。ね、不思議ですよね。通常お客様の個人情報ってお金を出したり、アンケートプレゼントをして、要するにお金で買うものなんですけども、強い企業になるとね、商品を売ることによって、顧客情報を手に入れて、で、購入した方がどんなニーズを持ってるかってことをリサーチしまくって、カタログを定期的に送っていくんで、リセールの可能性が非常に高いんですよ。要するに、リピートする。繰り返し買ってくれる可能性が高いんですよね。そうやって高い利益率を出していきます。デルのパソコンなんてね、通常その辺にチラシ巻いてないですし、テレビで出しても CM することないと思うんですよ。つまりは、フェラーリのように、一回買った人はずっとフェラーリ。一回出るを買った人はずっと出るっていうことを見込んで、こうやって、セールスしてるんでしょうね。そんなことが垣間見える、カタログでした。このカタログ結構頻繁に届くんですよ。で、最新のパソコンがね、こうやった、お安い価格で提供されてます。これ見てください。37万のが14万ですよ。値段だけじゃないんですけども、こうやって軽く見ていくっても、スペックは十分なんですよ。すごいですね。これもすごい。うん。どれもこれもいいのばっかりです。ということでございます。皆さんもね、ビジネスをする、その上には、リピートを見込んでいるってことをね、考えていただければと思います。